まんね、固定カメラ、固定じゃない、手持ちカメラで。あ、いいよいいよ。ちょっとね、固定カメラが電源切れたんで、うん、どっから切れたか分かんない。充電していていいかもね。うん、いや、撮れてるか分かんないから言うんですけど、実は。あ、じゃあ今までのさ、なんだっけ、エネオスぐらいのあたりかの経緯を言えば。あ、そうだね。うん、エネオスってことは、まあ、エネオスすぎて、で、なんかちょっと進んでたら、なんかちょっと右に曲がれみたいなって言ってたんですよ。うん、15キロ先ぐらいから。いい解説だ。うん、そっから、で、まあ、そこ曲がるってことになって、で、まあ、右方向ですよ、言われたんですよ。でも、若干右に曲がってくるみたいな感じだったから、あ、いいんじゃねえか、ここ曲がんなくていいじゃんっていう話になってて、曲がんなかったんですよ。そしたら、それが左方向専用と右方向専用で分かれちゃってて、あ、これ、右行けないやつってあったんですよ。ね、で、まあ、U ターンして戻りゃいいやってなって、で、U ターンして戻って、入ろうとしたら入った先が高速だったんですよ。ね、びっくりしたね。高速入っちゃったって。今日入るつもりじゃなかったのにね。秩父の時にやっと入ろうかなと思ったのにね。秩父でも下道で走ってもいいかなって思ってたぐらいなのにさ、うん、決定したよね、マジで。高速入っちゃって抜けれない抜けれない、あ、抜けれないってなって、抜けれない抜けれないになっちゃって、この信号おかしい、なんか なんかおかしくない、この辺の信号なんかゲームに出てくるような信号、グラセフにある、これあのね、戻るのにね、変な道を見てみ、まんじみたいになってる。なんかね、と、あの、え、どこ行ってる、一方通行があるから、あ、これか、一方通行があるから回させて、めんどくせえけどさ、じゃないとさ、また変なとこ行きそうになってるからさ、ちゃんと正規ルートで行く。どういう風に行けばいいの、どういう、おぶね、野菜ジュース、あ、踏んだ多分だ。怖い、これはなんかめっちゃ回らなきゃ。やっちゃったかな、かなりやっちゃったね。ダメージ受けてないかな、こっちが受けてなければいいんだけど。一回止まって、まあ、はい、怖い、はい、怖い怖い、入るの怖い。最後にしようかな。あ、来た、そこ、ここだぜ、ここしかね、最大のチャンス、吉川を生かす。この瞬間、吉川動いた。入ったー、決めたー。そしてさらに車線変更までかわす、この高等テクニックやりますね、本当に。長旅初めてとは思えない、このテクニック。あ、ね、どうなってんの、これ意味わかんなくなってきたんだけど。あ、やばいかもしれない、ここかもしれない。あ、いや、いや無理だ無理すんな、無理すんな。あ、くっそー、なんでだよこのナビ超わかりづらいじゃない、このルート。ねえ、もう意味わかんない、このナビやめて。わかった、これ俺悪くない、これもうこのナビが悪い、これもうどこ向かってるかわかんねえ。なんかグルグルしてる、さっきも見たもん、ケース電気。やだこれ、もうコロナビやめて。コロナビだけすげえ不満足なんだけど。あ、最初がなんかコロナビ一切頼らないって、カーナビつけないけど、ずっと Google マップ見ればよかったわ。こんなの次なんね、これ、これ電線につく、でもこれだよな、これでしょ、なんか分かりづらいんだけど、すごいもう検査機見えちゃったよ。ねえ、何これ、サイスト向かってんの。あ、サッカー。まあ石村感が、いや俺は細川さんを出す、ここで。でも石村感の方が強いよ、石村 AKB になってる、俺の中だと。うん、裏列が神聖なもの、神聖なものだって。うん、石村が東されちゃいけないって、このうねうね口なんだろうねって、ね。あ、一回見に行ったな。腕の右左って言ってる。うん、ありがとうナビ、死ね。大学生でこの腕の右走ってるって言うんだ。なんで俺さっきからこんな走りづらい道ばっか走らされるんだろうね。すごい急カーブだね、これ。びっくりするぐらいさっきからヘアピンとか急カーブとかいろんなことやらされてるからね。なんか今はいいんだけどさ、この辺り俺がやれってやったらもう泣くぞマジで。さっきからさ
割りかしすべきたさ車線にならないようなさ道走らされてんだけど難しいんだけど結構でも逆にこれできたらさそこそこもう運転できるって扱いだよね。急にさそこのミミズみたいようなのやめてなんかあるの警戒しちゃうから大丈夫です。なんでこれピンクの工事中とかじゃないよな、今一瞬工事中かと思ったわ。なんでそこに誘導してんだよと殺す気か死ねえっつったからただはお前を殺します、殺しますよって。うわ次のお前の人生破滅です。時間に注意って書いてある。なんだろうこの道。あ、なんかこれやり直しさせられてる気がする。やり直されてないなんか。さっきの道もう一回頑張れみたいな。頑張れじゃねえよな。何が頑張れだ。死ねえよ。何どうなってるこれ。下か。何これ。暗い。怖い。廃業じゃないよこれ。あ、車来た。あるのか。ライトつけなくていいやつこれ。ちょっとつけよう。あ、一番かいつける。あ、怖い。ねえ。どういうこと？なんでダンジョン攻略してんじゃないの？知ってるよ。右しか出れないからね。なんで突っ込まなきゃいけねえんだよ。夜になっちゃったじゃないか。見づら。どこ出た？あ、戻ってきた。戻ったね。後ろ戻ってきたぞ。さっき見たことあるからね。ね。と思って、これ夜モード入っちゃったからすげえ見づらいんだけど。最後後ろにいないから、でもこっちしか行けないっぽいから一回仕切り直して。あ、これ1号仮の時なんか通ったっぽい道。通ったね、ここ。ここチャリ通ったやつ。あ、ここ行けな、あ、行けない。車来てる。車来てる。見た。だから行けないなーって。あ、そういうことか。ね、朝になって。朝になんないって俺この角度で見えないんですよ。ういっ朝マジ朝になってこれ見えない本当に。明るさ。どうやん次どっちこれ。ちょっと待ってこれ分かんない。これ次どっち。右じゃね。右か。うん、右っぽい。いや俺もさ反射して見づらいんだよこれ。あ、これさっきの道だ。やり直しだ。オフだからまあいいんだ。これで戻ってきて意味わかんないことしてるけどまあオッケー、やり直しができた。ああなんだよ毎回この流れ、この眺めのいい、さっき眺めいいなって見てたのに見たよさっきもここの光景見たね。夜になんなきゃさなんか難易度上がってるから。ああえこの本当に全く同じルートねえ何してんのこいつさっきから。まさにどこに向かっていけばいいの俺は。何どこに走らされてんの俺は。どこ向かうの。えこいつナビがさしっかりしてくんないんだよ。ワンツこれワンツーツーなのか。意味わかんないこのルート。何これ。うねうねやめて本当に。このまままっすぐ行くといけないから左。ああそういうことか。分かった。そういうことをやらされてるのか俺は。なんかめんどくさいことしてんな。別のルート作ってくればいいの。分かった。またあの道行かなきゃいけないのね。要はやろうとしてることはここじゃなくてここね。次ね。でもさ次さっきも通ったよね。さっきどっか失敗したの。あここで失敗したのか。ここの先一歩先。いや違うぞ。ここさっき曲がんなかったっけ。曲がった。だよね。だからさっきのあそこのやり直しをさせてんだよ。あこれいつになったはずなんの。分かんない。なんかもう完全夜認識だよねお前。夜認識だし、なんか頼むぜケンフットさん。分かんないね。とりあえず俺にもう一回トンネルくぐらせるのはやめて。まあやめてじゃなくて俺がクリアしなきゃいけないんだけどね。クリアすればやり直しゲームかよ。左方向で。分かってる。さっき食らったところだ。うわまたかよ。なんで突っ込んでくんね。なんかさっきからタッパンでっかい車が。あー来た。あー分かった。よしいける。今度こそいける。俺は公約してやるぜこの現状を。
なかなか入れてくれないよね。しかもこの感覚が一番嫌い俺は。入れそうで入れない。しかもここ飛ばすからさ、普通のさ車道だったら行けるけど、車が後ろに来ないのがまだいいけど。あ、来た。あ、出ちゃう。なんかさっきからすごい行動技術を強いられてない。あ、俺ここ行きたくねえもん。怖いでしょこれ。あ、あのトラック。なんかそこがこう、ここで抜けてこうまっすぐ行って次のところ右折で戻る。あ、意味わかんないでしょ。要はこっちが片側でこっちしか向かえないから行けないよっていうことをしてるんじゃない、多分。あ、だからこれはとりあえずね、ナビ無視しちゃっていい、多分。で次の右折のところあっちに入っちゃったら早い。何か意味わかんないことを言ってる。狂ってると。狂ってる。このナビがどっか向く、変なところ向かわせようとしてるから、ここは一旦戻る。ケース電気まで行っちゃう。はい。何回ケース電気見てんだよ。いつになったら進むか使って。すごいね、この車さ。全然ガソリン減らないね。おー。ほら。満タン。あ、ほんとだ。減ってんの、もはや。増えてんじゃね。減ってないんだよね、そこは。便用あれ、便用。あ、で、さっきここ曲がったもんね。そう、分かったでしょ、うん、要はこっちやっちゃって、一回右折であっちに入れちゃった方が早い、うん、走るところに。この辺で多分右折信号が出るはず。右折の。左だね、左こう行かせようとしてるね。でしょ、意味わかんないことしてるよね。ここでぐるぐるしたいんじゃないんだよ。あれ登らせようとしてたんじゃない。あ、登ってやるよ、じゃあ。なんか危ない運転してるけどね、結構。あ、これ要はこういうことじゃない。サッカーは行動技術しいらない。あ、でこの車と同じ。狭っ狭っ。とりあえずあの車についていい。ここは対向車来たら笑えるけど。あ、そんなすぎる。あるんだよな、でも可能性が。僕やったら今の吉川避けれる。見えない見えない見えない。うわぁ、不明瞭すぎる。このあったあったと。夜モードやめて、夜モード。この夜モードの全然見えないんだけど、ナビ何嫌がらせをしたいの。ナビが分からない。何してんのよ。ナビが分からんの。ナビが分かんない。分かんないけど、超強引にルート戻したから、ここは一回戻った方がいいだろうと思って戻ってみたけど、多分これで戻れるルートに入れるはずじゃない？あっち側から抜けれたから。そうだね、うん、壁があったからね、高速っていうな。また止まってる。大丈夫、あんなんの俺には、今の俺には何でそんなこと。一緒に車いないから、こうしてウィンカーしてウィーってウィーってウィーフォー。プロの出口じゃん。もしかしたら片手やったしね。腐ってる。ふざけてるわけじゃないんだよ、もうね、苛立ってんの。最初はね、なんでこんなところトラック止まってんのって言ってたのにね。動画には俺の勇姿がすごい映ってるな。嘘つけ。嘘つけ。本当か。あ、まあ割と一応ナビ的には戻れるようになってて、ここ前見たわ。強引に戻したからね、ナビの言うこと聞かないで戻したからね。なん
確かバカなんだけど、うん、何してんだろう、どこ向かってんだろうね、そう三つ、ナビに一緒に言うことしかね、次オプションでナビつけなくてもいいぐらいナビしかね、マップ、ね、だってさ、普通にさ、なんかさ、スマホのマップ、スマホ充電しながら行けんだったらさ、うん、いけんじゃん、別に、まあ、ナビ500円でつけ、クソナビ500円でつけるぐらいだったらな、うん、まあ、クソナビに頼らなければならない、多分欲しいのは俺運転したクソナビっていう家だったか、マジでマジで、だって超かりづらいもんな。およそ300m 先、浦和東関東に出口、右方向、越谷、埼玉スタジアム、方面です。ねえ、その早口言葉ニュース速報かな。どっちか、どっちか先に言って、先の方言って後の方はもうその場でいいからさ、まもなく右方向に。さっきの鼻ダメージ受けてないか見てる、あ、植木橋とかやられてないかな、こっから見る分には大丈夫、そこなんだよね、うん、多分確かに、確かに、はあ、すげえ、いろんな教習所でいろんなこと学んでいい気がする、ん、教習所でいろんなこと学んでいい気がする、ヒアピンカーブの上がり方、突然のトンネルの対処の仕方高速道路に入ってしまった場合高速道路に入ってしまった場合ってなかなかやらない授業、入る時だったらやるけど、入ってしまった場合ってなんだよ、どうしようもないことをいっぱいしてる気がする、うん、ザレ言を聞かないことにして、右左って単語だけを聞き取ったりして意味わかんないということですね、なんていうか左、なんていうか右、その先まっすぐ左意味わかんないさコマンド入力ゲーム、浦和東高校ばっかり言ってんの、その次、その次がいらないんだよ、すぐすぐじゃないんだもん、東高校のじゃあね、あれこれさっきも見た坂だな、あれこいつ戻そうとしてねあれあれワンちゃんさ、これ左行っても行ってもいいんじゃない、あ、違う、これ分かった、逆サイドに来たんじゃね、あーあーね、もしかしたら多分ここは左に行かない方がいいと思う、うん、まだどう左になってんの、もしかしてさ、こいつ、え、これさ、右っていや、あ、青だ、わかる、あの身長分長い、こうじゃなくて、これを抜けた先に左かな、そうして戻るのか、合ってるかな、本当にまたうねった、あー分かんねえけどさ、え、じゃあこいつさ、もしかしてさバカなんじゃないの、あれさ、うん、そこすぐそばが左だからさ、下に降りてるもんだと思ってんじゃないこいつ、あーそういう、うん、ここ3回目だよ俺さ、うん、あっち側に抜けれない点にはもう何もしようがないからさ、あーすごい別ルート出してくれよ、親若干進みつつさ別ルート出す、
出るようにする。多分強制的にまたこのルート変えられちゃうと思うから、うん、はとりあえずこの斜めゾーンをする。いや、行こう。さっきね、ちょっと分かって気がするんだよね。もう一回挑戦しよう。最後の挑戦をしてやろう。要はね、こいつのね、思ってることと俺の思ってることは食い違ってるはずなの。俺は右に出て右折してあっちに入りたい。こいつは左に出て上に乗せてからあっちに出たい。意見の相違いがあるから、次の車線をあえて右車線に入らずに左車線のまま走るっていう言動をする。もうなんか慣れてきたからちょっと早いわ速度が。この練習みたいやってんだ。こういう上手くなってきたよ。これ毎回やらされるのメンタル来るからやめてほしいんだけど。これね、どうしてんだよ。あ、乗った。あ、やった。乗るのは普通なんだよな。ずっと俺この辺グラグラしてんじゃん。行けんじゃん。スルーしてたからいけないんだね。よかったよかった、よかったよ。お会いしたがるよ。ね、自分では何してんだろうと思うよ。嬉しくない、うん、熱いっていうか蒸すんだよな。それな、この車換気が悪いのか。これで、うん、これはね、さっきの道に見せかけたちょっと違う道なんだよ。だからあっちに行けないでしょ、これは。あ、本当だ。だからこれでここをカーブしていって、これが多分うねってるゾーンだと思うんで、うん、一うねりゾーンがこれなんだ。まもなく左方向です。オッケーオッケー。分かった。お前が言いたいのはそういうことね。この道路もおかしいよね、なんか。おかしくない、この道路。あ、どんな回り方したんだよ。で、こうすることによってここで左に移れるんじゃない。これ左に入れるようになってて、ここでで、戻せるんじゃない、これ。あ、だから橋を2回渡らせんじゃない。あ、なんか意味わかんないことしてるよね。この橋何周目だろう。で、左だとさっきの入れなかった一通のとこが入れるようになるんだよ、ヘアピンカーブで。すげえ、なんか空が神々しい。絶対お尻召喚したやつ。これ左か。知らねえ。何しようとしてんの。本当にこのナビ意味わかんないんだけど。左方向です。その次左方向です。これさ、走りましょう。これあ、これまたなんかナビにやられた気がする。ちょっと待てよ。あ、いける。やったぜ。まもなく左方向。嬉しすぎる、この道に戻れたのが。泣いちゃうところだったらしいよ。
くわかんないよ。最重要地点だから、うん、ここで右に入るじゃないと後に死ぬ。車線変更がすごい上手くなった。車体で道が分かるよ。もうちょいするとダブルネオスが出てくる。分かった。現在進してくれてまずいいやつだったね。やられてた。あ、本当だ。よかったし、見てて。ここを2車線目だ。すごいことですよね。ここがね、難しい。この先、走行する車線にご注意ください。ここなんで。これか。あ、さっき見たな、ここ。そう、ここなんで。ここで見せたんですよ。左まっすぐ右右だから、うん、右が違う曲がり方だから。次だな。ちっちゃくダメだよ。草の芽じゃねえかマジ。標準機能すらついてねえのか。あ、ちょっとこれでいけそうじゃない。あ、意外に距離あるな。だいぶあんな。何分作る詳細。あ、くそ。あ、そういうことか。周辺。いや、絶対違う。ほら、違う。そりゃそうなんだろう。閉じる。閉じちゃダメか。およそ400m 先、羽倉北、右方向、羽生、羽田方面です。4時。どこに出てる？ 4時、1時間ぐらい？そうだね、あと1時間ぐらい。今何時？
3時過ぎ3時10分50分目して消えへんよ渋滞してるのが困るぞ。めんどくせえな。大体こいつのせいじゃねえな思ったんだけど、ここにスマホ置いておくべきだったんじゃないの。じゃああいつこいつ充電しただけだよ。なんかこいつになれる会とかしてる。うん。そうだな。そうなんかの6時間ひたすら乗りまくるわせって会になってるから完全に。ああ。ねえよな。それな。で、藤井さん考えても見てくれよ。うん、俺もう2時間半乗ってるんだぞ。それは慣れるわ。なんか秩父気が楽。秩父の練習だと思ってるよ。吹っ切れて。進め運転する格好じゃねえよ。何してんだよ。グデってたんだよ。グデよしじゃん。期間もクソもないよな。次でいけそうだな。スーパータイマーが分かりづらすぎて。あ、要はこいつをうまく見てなきゃこっちを見てる必要ねえよってことだ。要はメーターが大事になってくる。40円これどんなかよ。クソオプションじゃねえか。だったらむしろこの充電コードもう一個増やしてくれて携帯充電しながらナビできた方がいいわ。ああめっちゃいいね。持ってくれ。もうおじっちゃんがどうかどうかだよな。まあな、おじっちゃん次第っていう。あ、俺そうだな。まあ根本的にあっちの道の方がでっかい道だからな。4車線道路にいるよ。うん、どこ知ってんだけど。こっちへとってもう35分ぐらい。うん、やっぱり。うん、よっしゃ。頼む、この信号抜けて。本当にもう変わり映えない。止まんないで、止まんないで。もう見たくないからやめて。行って、早く行って。でも変なとこに突っかかるのも嫌だから。進め。信号が見えないのが怖い。ないの？あるよね。ないの。何してんのこいつらはと思って。あ、これここで右に入らなきゃいけないよ。これ右に入るのきつ。
ありがとうトラックさん、後ろのトラックさんすげえいい人じゃん、うん、止まってくれた、うん、ああこいつら入れねえな入れてるからなかなかいない人だ、うん、タイマー見たことあんなって思って、かゆかった。あウェアハウスかこれ、えウェアハウスあウェアじゃんパストパスタの看板かあれは、いやボインウェアハウスって書いてあるからウェアハウスに腕プラバラあんなと思って、あそういうことか、前にトラックがいるとさ、怖いよね。信号見えないから、あ、そう一回抜けば大丈夫だよ。なんかカメラモードってなってるから使えんじゃねえと思って、もしかしたら。これだ。OK？ え、うん。要はシャッター入れてから USB ぶっさせてる。ああ。じゃあこっちは OK ですか。いいよ。一回切ります。疲れ。